はい、よろしくお願いします。今回は高校数学の数三複素数の極形式丸2をお送りします。で、前回極形式ね、初めて出てきて、まあ、ポイント押さえてやったんですが、それのまあ練習問題を今回4問やっていきますので、まずここで1回動画を止めて、この問題チャレンジしてみてください。で、やってもらった後にちょっとわかんないのがあれば、今からね、自分が全部解いていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな？じゃあ、早速ね、まず1番からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、問題は前回の動画と同じです。まあ、複素数、それぞれ極形式に変えていきます。で、変革に関しては、θ はまあ0から2π。つまりもう、この一周ね、こうスタートした一周分だけで考えるよという状況です。で、極形式って何って思う方は、1個前の動画をチェックしてください。で、それを抑えてる上での、まあ、それをね、前提で喋っていきます。じゃあ、行きましょう。で、まず 1-i からですね。で、前回の動画でやり方を2つ紹介しました。で、1つは、ま、公式通りというか、まあ、R とか、コサイン、サインを使ってやっていく方なんですけど、もう1個が図を使って考える方です。で、これは完全に俺の好みなんですけど、まあ、図形をやった方が早くて楽なので、今回はそれで紹介します。全部。ただ、コサインとかサインをちゃんと求めてやった方がやりやすいって方はそっちでも構わないので、まあ、そこはちょっとご容赦ください。申し訳ないんですけど。で、図を使ってやっていく場合、ここですね。まず1。今回、1とここがマイナス1を使います。で、図で書いたときに、1のマイナス1ってどこかっていうと、1のマイナス1だからここなんですよね。ちゃんと書くならこうなる。で、前回も説明しましたけど、3つパターン覚えます。1の1のときは45なんです、ここが。45度。で、ルート3の1ね。ルート3の1の比だったら、ここが30度。で、下入ってるかな？あ、全然いけるね。1のルート3の比率だったら、そこは60度になります。角度が。この3つのパターンしかないので、これまず押さえてください。で、ちょっと消そうか。よいしょ。今、下に来ちゃってますけど、結局1対1の比率は変わらないので、どこが45度かっていうと、ここが45度なんです。そこがね、45度。でも、さっきもやったように、変革は0から 2π で考えるので、こう考えるんじゃなくて、こう考えます。こっち向きで。必ずね、こっちだとマイナスになっちゃうんで、下に行っちゃうと。だから、ここが45度って分かってるから、じゃあこの外側っていうか、残りの部分はって考えれば、360から45を引けばいい。つまり、今回の変革の分は315度になります。角度はね。ただし、π で表す必要があるから、これを π に直す。で、これを π に直し方は、下に180をつければいいんです。こうやって。で、π つけるんだよ。で、これ45で約分すると、下が4、上が7になります。こうやってね。これで OK。45度、まあ、使う、45を引いてる分があるので、45で約分できるんですね。必ずね。で、R に関しては暗算でもいいんですけど、まあ、求めます。R イコール、こいつの2乗足す、こいつの2乗にルートをつける。つまり、まあ、ちゃんと書くと、1の2乗で1、プラス、マイナス1の2乗で1、つまり、ルート2です。だから、これでもう準備ね、揃ったので、この複素数、極形式に表すと、まず R を書きます。カッコ、コサイン、今出した、4分の 7π、プラス、忘れずに i ね。で、サイン、同じ角度、4分の、で、カッコ閉じで、これで終了となります。じゃあこの感じでいきましょう。で、次が、数字が、マイナスルート3と、プラス1ですね。じゃあこれを図に表していきます。ここ入ってるよね。あ、OK、OK。で、マイナスルート3、こっち、マイナスルート3の1なんで、まあこんな感じ。で、こうやるじゃないですか。で、さっき図でやりましたけど、ルート3対1が30度なんですよ。ルート3対1が30度。で、今、マイナス来ちゃってますけど、マイナスルート3はほぼルート3対1になってるんで、ここが30度なんです、今。
そこがね。自分のやり方だよ。そうやって考えるんですけど。でも使うのは絶対ここスタートのここが変革なの。これ間違いないよね。そこが変革。だから、ここ30度です。180から30引けばいいから、ここは150度ってわかります。じゃあ、150度をさっきと同じように π に直す。そのためには、下に180つけて、で、π つければいい。で、30で約分すれば、6分の 5π とすぐわかります。これで OK だね。θ の方はね。で、あと r です。で、r は、マイナスルート3の2乗が3、プラス1の2乗は1。で、ルートつけます。ルート4なので、それは2と同じと。これで r が出てくる。で、準備ができたので、答え。マイナスルート3プラス1じゃない。i は、r が2なんで、2カッココサイン6分の 5π プラス i サイン6分の 5π となって、これで終了です。よいしょ。じゃあ、じゃんじゃん行きましょう。今度3つ目ですね。やっぱりこのタイプの問題は多いですね。これとか。まあ、テストだとこれとか1問出てくるかな。これはよく見ます。で、これ、普通に数字出していくと、これ3と、色的に次青にしちゃいますね。3とプラス、まあ、ルート3なんですよ。で、これを比でどうやるか。さっきも言ったように、1対1か、1対ルート3か、ルート3対1にしたいんですよ。で、もちろん、慣れてくると、3とルート3、OK、OK って分かるんですけど、これどうやるか。まあ、自分がよくやるのは、ルート3で割っちゃいます、これ。ルート3で割るの。そうすると、こっち、ルート3で割ると1ですよね。で、これ、ルート3で割ると、まあ、あと、いびつになりますけど、3って、ルート9なんですよ。だから、割ると、これ、ルート3なんですよね。つまり、比がルート3対1になるので、角度がわかるんですよ。で、絶対わかるようになってるから、この問題は。ちゃんと計算すればね。つまり、ルート3対1なので、ルート3対1でここだね。ルート3対1。で、これはここ、30度なんだよね。で、今、ここがそのまんま変革になっているので、30度を使えれば OK です。で、あとは π に直すので、180分の 30π。で、30で約分すれば、6分の π と出てきます。で、気をつけなきゃいけないのは R を出すときなんですけど、これ下いけるね。R。これ、間違っちゃうと、ルート3と1でいっちゃう方がいるんですが、使うのはこの数字ね。こっち使っちゃダメだよ、R のときは。これは比を求めただけなので、だから、3の2乗で9、プラス、ルート3の2乗は3で、ルートつけます。ルート12です。で、ルート12は、2ルート3と同じなので、これが R になります。で、準備がね、できたので、最後答え書きましょう。3プラス、ルート3、i イコール、入ってる。まず R が2ルート3ですね。3、カッコ、コサイン6分の π、プラス、i サイン6分の π。よいしょ。これで終了となります。で、これもよく出てくるんですが、あと、例えば、2分のルート3、プラス、2分の 1i、ごめんね。みたいな、こういうのもよく出てきますね。で、これはやりやすくって、下の2分の切っちゃえばいいんですよ。そしたらすぐルート3対ルート1ってわかるから、同じようにやったら OK です。ただし、R を出すときは絶対2分のルート3の2乗と2分の1の2乗でやってください。いいかな？分数のときも、そういうふうにやれば比は出てきますんで。で、最後、大取りですね。これがまあ一番難しいとかややこしいっつか。めんどくさいんだよね、これね。で、これに関しては、最初に、まあ有理化というか、まあ有理化って言うとほしいか。形を変えていきます。で、どう変えるかっていうと、これはルートのね、有理化に似てるんですが、こいつ、下ね、分母の符号、真ん中の符号が違うやつをここにかけます。つまり今は2プラス 3i ですね。ここの符号を変えたやつ。で、もちろん、分母だけにかけたらルール違反になるので、
分子にも同じものをかけてください。こうやってで形を変えていきます。このまんまで計算しますね。で下はこれこの公式を使います。 x-y x プラス y x y のパーツが同じだけど符号が違うときね。これ公式使うと x2乗マイナス y2乗、これ中3のときにやった因数分解は展開の公式ですね。なので x 左のパーツの2乗は4です。4マイナス 3i ですね。右のパーツはそれの2乗なんで、サザンが 9i2 乗になります。 i2 乗はちょっと後で処理するんで、そのままちょっと書かせてください。で、分子がちょっと入んねえかな、もうちょっといけるか、詰めればいけそうだね、消しましょう。で、分子に関しては、まあ、全部書きでいいかなと思います。頭の中でね、暗算できる部分はやっても構わないんですけど、まあ、全部書きでいきましょう。まず、マイナス5と2をかけます。マイナス10、マイナス5とプラス 3i でマイナス 15i、 プラス i とプラス2でプラス 2i、 そして i とプラス 3i でプラス 3i2 乗となります。いいかな。で、処理しなきゃいけないのは i の2乗です。 i の2乗っていうのはマイナス1と一緒です。これ書いておきましょうか。これ絶対覚えてね。 i の2乗はマイナス1と同じだから、ここはこれが消えてマイナス1がくっつくからこうなるんです。ここもそう。 i の2乗が消えてここの符号がこう変わるの。だから整理すると、下13分の上がマイナス13マイナス 13i となります。絶対綺麗になってるの、こうやって。で、同時約分で自分がよく呼びますけど、こういう形はこことこことここを全部同時に約分してください。一気にね。で、13で全部切ればマイナス1マイナス i とめちゃくちゃ簡単な形に変わります。で、ここまで持ってくればもう変わんないもんね。ほとんどこれとね、同じようにやっていきます。で、使う数字はマイナス1とマイナス1。図はギリか。ちょっとちっちゃくなるけど。ちっちゃすぎか。ちっちゃすぎだな。ごめん。待ってね。もうちょいいける。答え書くスペースが若干怪しいけど。これいけっかな。あ、ギリだね。よいしょ。で、マイナス1のマイナス1なんで、こう、こうですね。まあ、1対1の比を使う感じです。で、こうなってる。で、今回どこが45度かっていうと、入ってるね。ここですね。ここが45度なの。で、使いたいのは、ここスタートで、ここね。この部分使いたい。だから、上の180足す45って考えればいいので、225度なんです。今。で、それをさっきと同じように直しましょう。180分の225倍。で、45が絡んでるときは45で約分できるんで、絶対に。だから、4分の5か。π となります。よ、合ってるよね。OK、OK、4分の5倍。で、r に関しては、同じですね。これの2乗、1、プラス、マイナス1の2乗で1。ルートつけて、ルート2。で、準備ができたので、答えが、元々の形が、2-3i 分のマイナス5プラス i か。これが r ルート2カッココサイン4分の5倍プラス i サインよいしょ4分の5倍ギリかとなって、ほい、これで終了となります。入ったよね。 OKOK。まあ、こんな感じでぜひやってみてください。で、最初にも言いましたが、まあ、前回の動画でこの図形で解く問題と、まあ、コサインとかサインの値を出してっていうタイプ両方紹介してます。で、そのコサインサインの値を出しての方がやりやすい方はそっちでいいんです。これは好みだと思うので、ただ自分は図の方が早くて好きなので、まあ、テストの時とかもこれ出ると思うんですよ。極形式の問題は形変えるのね、出るんですが、ここであんま時間を取りたくないなというふうに思うのね、これが。なので、できる限りスピーディーに解いてもらうために、もしね、自分に肌に合いそうな方は、これで解いてみてください。では、
今回は高校数学の数三複素数の極形式丸2をお送りしました。今回もね、最後までご視聴いただき本当にありがとうございました。で、次回ね、続きの単元やっていきますので、もしよかったらそっちの方も見てみてください。では、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。